にちは、ギター講師の副島です。今回なんですけど、必見ペンタだけで超おしゃれに聞こえるフレーズをなんと10選紹介していきたいと思います。たった5音ですけど、マジで奥が深いです。今日の動画なんですけど、こんな悩みを持つ皆さんのために撮ってます。自分のプレイが手癖の一本調子で嫌だ、自分のペンタのこれじゃない感がすごい、音楽理論やコードトーンへの苦手意識が強い、実は僕も長年もうコテコテのペンタフレーズみたいなものしか弾けなくてすごい悩んでたんですけど、ペンタに対する考え方を変えてからはですね、ペンタのニュアンスすごく良くなって、今はおしゃれな楽曲でも割とペンタだけで弾きこなすこともできるようになってきました。これ気づいてる人少ないんですけど、一見おしゃれなコードトーンバリバリのソロを弾いてるような人もよくよく分解していくとね、めっちゃペンタ使ってるんですよ。もちろんね、コードトーンとかを使った必殺技っぽいフレーズもあるんですけど、結局その間間を埋めていくのはね、ペンタだったりするわけですね。じゃあ僕たちが弾いてるペンタと一体何が違うのか、それはもうニュアンスとか音遣いなんですね。皆さんならその世界知りたいですよね。今日は誰もが覚える6弦ルートの Am ペンタトニックで、なぞるだけで簡単にね、おしゃれなニュアンスが出るフレーズをなんと10個紹介します。見ない理由がありません。で、5つぐらい覚えればですね、それをつなぎ合わせるだけでアドリブも取れるようになるので、ぜひ今回の動画は何度も見返して見てみてほしいなと思います。それでは行ってみましょう。超おしゃれペンタフレーズ1つ目は、はい、こういったフレーズになります。もうね、めちゃくちゃシンプルで一言で終わってしまうようなフレーズなんですけど、こういうとこにこそ違いがあるんですね。これはね、どうやってるかっていうと、最初はもうベーシックにこういうふうにこうペンタのルートから次のマイナーサードの音っていうところまで行って、でここがポイントなんですね。この音に対してこう半音してからそれで、ここって実はブルーノートと言いまして、皆さんがよくここでブルースポートになるって言って、チョーキングしたりして狙ったりする音ですね。それ実はここにもあるんですね。ここから半音スライドによってこれを使っていくと、かなりねオールマイティに使えるので、ぜひこれ覚えてください。超おしゃれペンタフレーズ2つ目は、はい、こういったフレーズですね。これもすごくシンプルなんですけど、なんかファンキーでかつおしゃれでっていうところですね。最初はですね、この高速スライドダウンなんですけど、実はこの半音上のさっきのこれブルーノートですね。今回はまあブルーノートもペンタ一発として装飾音符としてね扱っていきますので、この音だけはペンタに対してプラス1音で入ると思っておいてください。でこの音から半音スライドダウンでいきなり始まります。でこれがですね、非常に実はファンキーでもありおしゃれでもあるとっていう風に聞かせることもできますし、こういう風にね、おしゃれに聞かせることもできます。超おしゃれペンタフレーズ3つ目は、はい、これになります。これね、気づいた方いるでしょうか。さっきのフレーズをオクターブ上に上げただけなんですね。でオクターブってもうなんか当たり前すぎて見逃しがちなんですけど、やっぱこう侮っちゃいけないですね。もう同じフレーズでもオクターブを変えるだけでなんか全然こう違うように聞こえるし、これだけでなんか一つのフレーズになるっていう感じですね。もう EX で分けてもいいぐらいかなと思って、今回別のフレーズとして紹介してます。そのぐらいですね、このオクターブ変えるってアイデア重要なので、こちらもぜひ皆さん覚えておいてください。超おしゃれペンタフレーズ4つ目は、はい、こちらになります。これもね、またシンプルなんですけど、実はこうペンタの下りですね、皆さん加工するときってこう、まあ、こんな感じで行ったりだとか、そういう方が多いと思うんですけど、まあ、今回ちょっと一手間加えてます。最初はですね、この1弦の8フレット、ここをほんの少しだけこうベンドしてください。ほんの少しだけベンドする、もうなんかクォーターチョーキングのさらにこう半分みたいな。その後はこうグッてくる、こういう風にフルピッキングでもいいですし、フルピッキング苦手だよって方はこのようにこうね、プリングを使っていっていきましょう。
こちらはですね、結構盛り上がりとかでも使えますので、結構ね、こう比較的こう派手めなフレーズとして覚えておくといいと思います。超おしゃれペンタフレーズ5つ目は、はい、こちらになります。これね、何が違うかっていうと、こういわゆるペンタを実は下ってるだけですね、これね。でこれをこういう風にね、独特のニュアンスで弾いてます。でこういう風に、このハンマリングってすごい速いですよね。なんか全然こう音符としてはすごく速いというか、でこういう細かい動き、こういうのをペンタに入れないとね、すごくダサくなってしまうんですね。よりもやっぱこっちの方がこうかっこいいと思うんですね。でこういう時にハンマリングすごく大事です。でしかもこれの一番のポイントなんですけど、人差し指と薬指のこのインターバルで弾ける場所であれば、このようにね、どこでも弾けるので、かなりですね、まあ、ペンタにおいて使い勝手がいいニュアンスになります。超おしゃれペンタフレーズ6つ目は、はい、こんな感じですね。このあたりからですね、結構本格的なニュアンスになってきます。これはですね、一体何が起きてるかっていうと、原型としてはこんな感じなんですね。ルート音から1音下に下がっていく。ただここにいろんなニュアンスを加えてます。最初はまずこのルートに対して、そもそもしゃくり上げるかのようなハンマリングですね。これも素早いハンマリングになります。でその後このように装飾音符として、装飾音符として一瞬だけスライド半音上に、そしてでプリングで目的の音にたどり着くというわけですね。これとかはなんか一言目でこれを弾けたりするとかっこいいかもしれないですね。こういう風にこう入るともう引き込まれますよね。超おしゃれペンタフレーズ7つ目は、はい、こちらになりますね。結構これ難しいです。一体何が起きてるのかっていうと、ダブルストップっていう自分で2音同時に弾くというテクニックを使ってます。最初のこういう和音になってるんですけど、これ実はペンタですね、全部ね。あ、ペンタでもあるし、実は C のトライアドでもあるという感じですね。ペンタの音ですね、これね。で、ここからこういう風にこう言ってください。で、その後さっきのっていうニュアンスが入ります。さっきのねと似てますよね、これね。そこにこのね、自分でハモるっていうのが追加されるんですね。こういう風にギターの正ハを使って自分で弾くフレーズの真上の弦で、この4度っていうインターバルでハモリをつけると。でこれね、やっぱね、ギターのネオソウル感を出したい時とかにめちゃくちゃ使いますね。こういう4度のダブルストップのフレーズは多いです。これはね、ぜひ覚えてください。超おしゃれペンタフレーズ8つ目はこちらになります。これね、先ほどのとかを応用したものですね。そのまんまこのオクターブ下に行きますね。ここでやるとまた何とも言えないおしゃれなニュアンスになると思います。でこれも原型はってやつですね。これを上の音と一緒に発生することによってハモリをつけていると。でこういう風にね、ここでおしゃれに弾けると、例えばこういう風にこうね、最後だけこうやっておしゃれに着飾ったりもできます。超おしゃれペンタフレーズ9つ目が、はい、こういったフレーズになります。これね、すごくね、複雑で難しいんですけど、最初はですね、このブルーノートから小指で始まります。でこれをスライドアップ、そして次はまたブルーノートから
下がるんですね。よくね、ピアニストの人とかがこういうニュアンスをね、弾いてますね。なんか普通にこうやっていくのと、こっちだとなんか情報量がね、今やった方がなんかこうたくさん音が詰まってるようでかっこいいですよね。そしてもう今日ね、最後たくさん出てきます。このね、ニュアンスを最後に入れるということになります。超おしゃれペンタフレーズ、最後の10個目、こちらになります。これはですね、このフレーズだけでもストーリーがつながるようなものでして、このルートからで、これね、今日も何か出てきましたけど、ブルーノートの半音下りでという感じですね。このフレーズはですね、実はポテンシャルすごくて、こういう風にですね、どんどんこう拡張もできるし、すごくね、これだけで、まあなんかある意味こう曲のメロディーのようなキャッチーさがあるので、最後に持ってきました。さあ、ここでバッキングトラックを流しながら、今紹介した10個のフレーズのね、うちの一部を使ってアドリブをね、いろいろ弾いていきたいと思います。皆さんも一緒に弾いてみましょう。いかがでしたでしょうか。今皆さんが弾いてるなんか手癖のね、ペンタっていうところが、今日紹介したような10個のね、おしゃれなフレーズに置き換わると爆発的に上達するような気がしませんか。ペンタはどのジャンルでも使える、もう普遍のね、音楽スケールなので、全てのね、音楽がこれで上手くなると言ってもね、過言じゃないと思います。このチャンネルではですね、今後もペンタに関していろんなね、レッスン動画上げていきますので、動画気になる方はチャンネル登録して、ぜひね、この後の動画もチェックしてみてください。また今日の動画ではなんか装飾音符だとかニュアンスとかっていろいろ使ってたんですけど、まあ、実はこのニュアンスの付け方とかね、やり方にもコツやロジックっていうのがあったりするんですね。そういうのを詳しく聞きたい場合は、もうぶっちゃけ言うとレッスン来ていただくのが一番いいかなと思います。僕のレッスンいろいろあるんですけど、月2回のレッスンと動画による添削のね、宿題提出ができるサロンがね、おすすめなんですけど、まずは無料のメールマガジンで6回の無料レッスンをね、受講してみてください。こちら概要欄にリンク貼ってます。というわけで皆さん、今日の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。